メージはまだ回復していない。頼んだぞ、ウルトラ。ごめんなさい。君が謝ることはない。でも、どうしてジャンボットが。何が起こっているんだ。レイ、ボス、行きましょう。ジャンボットの中へ。何か分かるかもしれません。コントロールを断ち切るために。敵とは誰だ。お許しください、姫様。敵のコントロール下にあったとはいえ、私は姫様をこの手で。あなたに非はありません。ああ、私は何という過ちを。この罪、万死に値します。ジャンボット、懺悔なら後で聞きます。敵とは何者です。はい、ビートスターです。ビートスター、何者だそいつは。この天球のマスターコンピューターというより、天球そのもの。奴は異なる宇宙をいくつも旅してきた。同時にその宇宙の有機生命体を抹殺しながら。ビートスターは有機生命体を敵だと思っている。奴は殺戮兵器としてしもべとなるロボットたちを集め、武器と特性を融合し、宇宙最強のロボットを完成させた。それがジャンキラーだ。ジャンキラー、私をベースモデルに奴は作られた。おそらく私の優秀な人工知能もコピーされました。待てよ、そういえばあの時。やめなさい。ジャンキラーも君の声で活動が停止した。本当ですか。一瞬だが間違いない。私と同じ人工知能が姫様の声に反応したと。そう考えれば合点がいく。
君たちはいわば兄弟ロボットだ。兄弟ロボット。あのロボットには心が。頼む。すみません。ジャンキラーのことか。え？実は俺も奴と似たような境遇でね。けど俺は暴走を克服することができた。仲間たちとの絆のおかげでね。プログラム修復のため人工知能の再起動に入る。地球人よ、くれぐれも姫様に無礼のないように。ちょ、おいおい、次の作業は緊急事態発生。時間がない。俺だ。ボス、あと30分で天球は惑星ブラムと衝突します。ですがまだほとんどの住人が惑星に残っています。あと30分か。そうだ、熊野、異星人が作ったロボットの修理を手伝ってくれ。異星人が作ったロボット。ああ、今すぐデータを送る。頼んだぞ、魔法使い。そのようですね。マジ？ここは私に任せばいい。聞け、ジャンキラ、お前は間違っている。ロボットは殺戮兵器ではない。我々は命を守るためにあるのだ。理解不能。やめるんだ、我々は敵ではない。おお、大丈夫か。人違いなんじゃねえの。兄弟喧嘩か。え、どいてろ。いや、マジで。心を開いて、ジャンキラー。心を開いて。あなたを作った存在が何と言おうと、私たちは敵ではありません。ゼロも私も、みんな共に未来を歩む仲間なのです。有機生命体は敵である。姫様、やめろ。姫様、貴様。お願いです、いたずらに命を奪う無意味な戦いはやめてください。あなたがジャンボットの兄弟なら理解できるはずです。命を慈しみ、人を愛する心が。
これ以上は危険だ。彼が心を開くこと、それに全てがかかっています。大丈夫、私には分かりましたから。分かったって何が？レイ、彼女を信じてみよう。そいつはな、涙ってやつだ。お前にも震える心があるってことさ。お前も仲間になれる。その涙が何よりの証だ。仲間、心から信頼し助け合える、かけがえのない存在、それが仲間だ。我々のようにたとえ違う者同士でも心があれば理解し合えます。心とは何だ？心ってのはな、胸の奥で燃える熱い炎だ。命の雄たけびだ。命とは何だ？命とは生命体そのものだ。それを失えば彼らは活動を停止する。だがな、一つしかない命だからこそ我々は今を全力で生きるんだ。そしてどんな困難も仲間がいれば乗り越えられる。よく考えろ、自分の頭でな。してるぜ。分かってくれたのか。計算外だ。チッ、焼き鳥に似て石頭だぜ。あなたは柔らかすぎる。私は焼き鳥ではない。なんだよ。お、惑星ブラウン衝突まであと12分と30秒だ。ゼロ、おやじ。我々が時間を稼ぐ。お前たちは天球のコースを変えろ。力を合わせよう。うん、うん。
駄なこと。この天球が止まることなどありえない。ここをコントロールしているビートスターはどこだ。どこにいる。ビートスターは月か。あそこにいるってか。よし、行こうぜ。おう、うん、ジャンファイヤー。ジャンファイト。引き受けますか。先に行け。来い。ほらよ。ビートスターか。この天球を止めろ。惑星と衝突するぞ。惑星上に大量の有機生命体を感知、抹殺しなければならない。ふざけるな。遠い昔、邪悪な異星人の侵略を受け、ある宇宙が消滅した。生き残った有機生命体は私とこの天球を作り、別の宇宙へ脱出。だが天球の中でも争いは絶えず、彼らは戦争を繰り返し、ついに天球の存在すら脅かすようになった。まさかお前は。私は天球の安全と環境を維持すべく、一切の障害を排除するようプログラムされている。お前は自分の海の親を、天球内の生命体を滅ぼしたというのか。有機生命体は宇宙を滅ぼすがん細胞である。我々機械が支配することで、この天球のみならず宇宙の平和と秩序が守られる。バカ言ってんじゃねえ。抹殺する。この天球を止めるには私を倒すしかない。
有機生命体はもろく不完全な存在である。それゆえに破滅をもたらす。確かに俺たちは不完全な存在だ。だがな、俺たちは失敗の中から何度でも立ち上がり成長する。くそれはロボットも同じだ。こいつのようにな。ジャンキア、有機生命体は敵とは限らない。もう一度考え直さないか。非論理的である。消去する。ぜひ同じか。無駄である。お前の攻撃は全て計算済み。人間にはな、論理を超えた無限の可能性ってものがあるんだ。心を持たないお前なんかに。俺たちの命を裁く権利はねえ。なぜだ。私が間違っていたというのか。私は間違ってなどいない。私は正しい。私があってこそ全ての宇宙は平和と秩序が保たれる。私があってこそ、私が ありがとう。感謝します。いえ、お礼を言うのはこちらです。おかげで惑星ブラムは、いや宇宙は救われた。お二人のことは忘れません。ゴモラもリトラも。また会おう、エメラナ姫。いつか必ず。レイ様、ヒューガ王子様。ん？良き未来を。行こう。ボス、こちらでも天球の爆発を確認しました。一体何があったんです？説明は後だ。よし、休暇を楽しむぞ。了解。急ぎましょう、ヒューガ王子様。ほらほら、それ言うな。うわ、
ルティメイトフォースゼロか。いい仲間ができたな、ゼロ。ああ、なかなか頼りになる連中だ。まあね。お前は俺たちの仲間になる。お？仲間。ああ。なら、ジャンキラーなんて物騒な名前は変えた方がいいですね。おじゃあ、俺が考えてやるよ。ジャンボットの兄弟だから。そうだな。おそうだ、ジャンボットツーダッシュってのはどうだ。ツーダッシュ。ダメだろ。なんでだよ。同じようなことを2回言ってる。名前はジャンナイン。え、ジャンナイン。ウルティメイトフォースゼロ、そしてレイ、ヒューガ、ゴモラ、リトラに続く9番目の勇者ですから。なるほど。まあジャンナイン、ジャンナイン。いや、突っ込んだよね。ジャンボット。はい、姫様。姫様に刃を向けた愚かな私、どのような処罰でも。良い覚悟です。ではあなたにジャンナインの教育係を命じます。教育係。断ることは許しませんよ。あなたはお兄さんなのですから。はっ、ありがとうございます、姫様。聞いての通りだ。いいな、ジャンナイン。ジャンナインか。ま、悪くはない。生意気。よろしくな、ジャンナイン。お兄さんよ、教育しろ。前に言われたんだ。まったく。うん、ゼロ。宇宙に今不穏な空気が流れている。また近いうちに会うことになるかもしれんな。忘れるな、我々は常にお前と共にあることを。の力が復活したようだ。さあ、俺たちの宇宙へ帰ろう。おうよ。はい。争いや憎しみ越えれば。